して新入団の酒井宏樹です。高津監督は、ユニフォームを入るのが、最後と言いましたが、僕は今日7時から、片方で試合があります。皆さん気を抜かないでください。今日の7時から僕は戦います。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。今日のサッカーの試合、日本国民全員で応援しましょう。今日そして僕を応援してください。